はい、いちごうさぎです。いつもご使用いただきましてありがとうございます。先日ですね、2024年の、6月12日に今録音してるんですけれども、緑のたぬきさんですね、立候補する意向ということで、これから発表になるんではないかと思われます。で、実際に、都民ファーストと自民党と公明党の後ろ盾があるというふうな形で、整ったっていう感じですかね。で、結局は早く出して何かするよりも後出しじゃんけんじゃないけど、その方がインパクト強いし、いけるの体制整えてから出馬しますよって言った方がいい状況にいけるんではないかなと思います。で、今回の件で、都民に対してですね、補助金がね出るっていう風な感じで出てましたね。配られるっていう感じでしたね。まあそれはまあなんかね、そういう風にね意識を持っていこうという風なわけではなくて、やはり、政策としてっていう風な形なんですけれども、今っていうのが微妙なところなんですよね。っていう感じで、蓮舫さんもね、叩かれてる状況なんですけれども、ね、やっぱりどうなるのかなっていうことで、ちょっと占ってみたいと思います。はじめはね、私あの人かなと思ったんですよ。なんかね、カードの過去にね、立候補者の方々ね、ちょっと占ってるんですけれども、まあね、立候補者が多いっていうことで、かなり票を割らせるっていう風な目的があるのかなっていうところで、かなり票を割らせてるのかなっていうところですよね。あとかける 43% とかそんな感じですよね。だから8時にこうね、投票確率みたいなね、当選確率みたいなのも出ますけどね。この間占った時は、未完成だったんですよね。ちょっとね、未完成だったんですよ、その占い結果。ちょっとね、調べて見てもらいたいんですけど、ワールドのカードね、ちょっと未完成な感じがしたんですよねっていうところで、彼女の気持ちとしてはその時そうまだね、はっきり言えないっていう風なところがあったのかなと思うんですけど、今カードめくってみて、そうですね、なんかね、あーっていう感じがしたんですよね。過去ですね、過去、ペンタクルスのね、カードなんですけど、これはまだまだ、なんていうかな、積み上げられないっていうか、実行に、コツコツね、これ聖地だったらコツコツなんかを積み上げることができるとか、まだまだ若々しいエネルギーとか、そういうふうなイメージがあるんですよね。ね、それでもなんかコツ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 やったりとか、努力したりとか、基盤を築いたりとか、そういうふうな勤勉、俗に言う勤勉なんですけど、その辺が、ルーズだったりとか失敗とか、経験不安定とか低迷とかいうふうな感じで、その支持母体の方がですね、はっきりしてなかったんですよね。そうですね、なんかこうバックアップするような動きではなかったっていう、その時はねっていうところが出ています。で、現在の状態、
はい、ザ・ワールドの完成形ですね。あの完成形です。もう完璧ゴールですね。はい、いいカードですね。このカード、ダイアルカナのカードで、もう完成してるっていう風な形のカードですよね。だからもう今、なんかそういう感じなのかなっていうところがありますね。完成とか喜びとかね、まあ成功とかね、一体感とか幸福とか満足、喜び、ゴール、物語の完結っていう風なカード、全てがこう出揃いましたみたいな感じですかね。はい、で、彼女の表面上の心理、ワンドのクイーンっていうことで、はい、全てをこう何て言うかな、作り上げるとか、立ち上がるとか、全てを抱えて創造するっていう風なカードになりますよね。いろんなものを作り上げたりとか、創造したりとか、まあね、社交的であったりとか、活発的であったりとか、情熱的であったりとか、自信を持ったって感じがしますね。彼女にとってすごくね、エネルギーに満ちてる状態、外交的な感じ、社交的な感じが出ています。でもっと深いところの心理、これはね、トラウマ、過去のトラウマですね。なんかそれがすごい引っかかってますよっていう風なカードになります。何かこう引っかかってる、これはちょっと困るんだけどなとか、過去にやってしまった、痛い過去のことがちょっと引っかかってるかなっていうところがあります。で、それを支援するもの、妨害するものっていうことで、キングのソードのリバースっていうことで、これね、ソードも正位置だったらばすごい、なんかリーダーシップ持てて、いいような決断ができて、みんなをこう巻き込んでいい成果を得られる人なんですけど、リバースになっちゃうので、すごくなんていうかな、私欲的っていうかね、そういうなんか、容赦なく、自分たちの必要なものっていうの以外は打ち切るっていうか、結構なんていうか、イメージ的には IT モラハラ社長みたいな、そんな感じのものが、なんかバックでそういう彼女を動かしてる人物がいるのかな、権力者の中にっていうところが、なんか左右してる感じがしますね。なんか私利欲的な感じ、自分たちのこの欲とか、そういうふうなものにこう左右されてる人が彼女を動かしているのかなっていうところがあります。はい、彼女の置かれている環境を、ワンドの2ですね。ワンドの2、これからね、いろんな新しい社会、世界に向かって旅立ちますっていう風な、さあどうやってやっていこうかしらっていう風な、なんかね、こうその意欲に満ちてる状態を表しています。渡り鳥がね、こういますよねっていうことで、新たな世界に志高くして移っていくっていう風な形、移動していく、彼女の環境が移動していくっていう感じですかね。すごいポジティブなカードですね。で、周囲の環境、ペンタクルスの7ですね。このカードは今現在やってる状態が、どうやって生かしていこうかっていうところで、まだ試案中っていう風な感じのカードになりますね。どうやって物事を、この、まあ、統制っていうか、統制のね、こうね、活動をどうやってやっていくかって、自分たちが、まあ、成果を得るためにはどうやっていったらいいのか、収益を得るためにはどうやっていくのかっていうことで、まあ、アイデアを今、ある意味ちょっと小停止してながらも、進ませていこうかなというふうなところの動きが出ています。で、彼女の願望または不安要素、ソードの2ですね。今すごいバランスを取ってる、必死でこうなんかね、
目隠ししてね、右か左か、左か前か後ろかね、2つの勢力2つの動きをこううまく何か操縦しなきゃいけないかなって思ってるところがあると思うんですよね。2つの動きですね、2つの勢力ですよ、2つの思考ですよ。分かります？2つの思考がこうバランスを取らせるために、今それをバランスを取りたいなとしているっていう状態なんですよね。で、近い将来ワンドの、ワンドのカードなんですけれども、そうですね、やっぱり新しくスタートを切れるね、これはページはさ、本当に初々しいとかね、若々しいとかそういう風な感じですね。もう本当にね、冒険を楽しむようなね、良い知らせ、良いアイデア、新しいニュース、冒険シーン、計画、ひらめき、活動、情熱、立ち上がるね、そんな風なカードになりますね。すごいなんかアクティブな感じのカードになります。最終結果ですね。はい、いいでしょうか。はい、ソードのカードですね。まあ実行できる。でもなんかね、ある意味ね、スパイカードとも言えるかなと思うんですけれども、そうですね、まあ警戒心とかね、こうなんかいろんなことを、情報を操作する、なんかいろんな情報を得て、それをうまいこと、言ってること、見てることと実際にやってることが違ってたりとかね、そういうふうなところがあるかもしれない。まあ用心深いとかね、計画的とかね、そういう風な感じのカードになりますね。スパイカードと言われてるカードで、よくいろんな情報を得て、そして行動に移すみたいな、思慮深くて、すごく用心深い人ですね。そんな感じのカードですね。なんかでもワールド出てるので、もうこのワールドの中の女性ですね、女性と男性の混合なんですよ、これは。で、中和っていう感じなんですよね。いくつものこのね、神器とかいろんなものがねですね、中和されて、一つのものが完成形でできましたよっていう感じなんで、まあある意味勝利のカードですよねっていうところでね、ラッキーカードですよね。今現在ね、立ち上がるっていうのと、すごいパワーの持ち主が応援しているっていうのと、二つの勢力っていうところと、もう渡っていっちゃってるっていうところとね、ところがあるので、なんかもうなんかっていう感じがするね。よいしょ、どうなんだろう、どうなんでしょうね。なんか大きな勢力が応援をしてるっていう風なカードになります。ではちょっとこっちの方のカードから1個引いてみようかなと思います。アドバイスカード、よいしょ、塔の上にいます女神さんです。塔の上に女神さんがいます。で、いろんなものを見下げているっていうことで、女王ですね、女王。で、管理するっていう風なカードですね、これね。ね、あらゆるものがあなたの豊かな経験を生かした管理のもとでスムーズに動いています。あなたは組織のトップにいて、何でもよく気づきます。自分が成し遂げてきたことやリーダーシップの技術を誇りに思います。しかし、
厳しい態度をほどほどにすることもできますし、技術を磨いて成長している人がいることも確認できます。本当に有能な管理者が陥りがちなのは、自分が絶対に必要だと思うことです。自分にしかできないと思うかもしれません。その態度をとっていると、そのうち疲れ果てて、ついには燃え尽きてしまうかもしれませんというカードですね。良い手本を見せて自分以外の人が成長するように励ましてくださいというカード、今まで女帝ですね。王冠かぶってますよね、王冠ね。どうなんでしょうね。まあそんな風な感じでなっていますが、もう一つちょっとなんか胸騒ぎするんだけどな、私って思って、なんか見えちゃった気がする。ね、43% だってね。宮本武蔵と、ね、宮本武蔵はあれなんだよね、あのほらね、正常心がなくなったところをねっていうところでね、あのその結果が出るのもね、なんかこうイライラさせてさ、ね、で正常心がなくなったところを迎え撃つみたいなね、のとこはあったけどね。どっちなんだよ、来るのか来ないのかよっていう風な感じですかね。18番ですね。18番の、魔法の小川ですね。魔法の小川ですね。全ては意識という宇宙の流れを通じてつながっています。あなたの経験する出来事はそれぞれが独立した物語で始まりと終わりがあるように見えるかもしれません。けれども、もう一つの出来事は切り離して考えることは危険です。実は全てが連続する大きな変化の一部だからです。っていうことですね。つながってるっていうことですね。絶えず流れる魔法の小川のように、あなたの経験したことが徐々に世界全部に染み渡っていきます。一つの経験が一つの経験へとつながり、情報を伝え影響を及ぼしていますということで ね、 ねきっとあなたは成功し世の中の役に立つでしょうということなんですけどね。流れに任されてください。ね。流れに逆らってるよって、でもリバースだから流れに逆らってるよっていうところもあるんだけどね。どうなんだろうね。流れに逆らってるよって言って書いてあるね。身を任せてくださいって。その流れに身を任せて、逆らわず、そのまま行くように、もうすでにこう魔法の泉は決まっていますっていうところですね。身を任せて、今ね、彼女は逆らってるみたいな感じがあるんで、それを身を任せてくださいっていうふうに言ってます。はい、ありがとうございました。まあ私としてはですね、まあね、天柄門の五代さんが言うように、誰もが夢を持てる国になるっていう風なことを、あってほしいなと思いますし、若者がね夢を持てないっていうところがね、私としては悲しいところなんですよねっていうところでね。で、まあ物質とかね、そういう風なもの、夢っていうとか希望っていうのは自分の心が決めることなので、物質がないとか、物質、まあ私がこのお金、金なんか必要ないとかいうふうなこと言ってないんだけど、そういうふうになんか変な捉え方する人がいるみたいなんだけど、金が必要ないっていうわけじゃないよ。だってご飯食べていかなきゃいけないじゃん。ね。生活だってしていかなきゃいけないんだから、お金は必要なんだけど、なんていうかな、分相応の幸せを、今の幸せを
感謝しないといけないし、自分の心が決めるものなので、いくらね毎月1000万円お金が入ってくる人でも、それに対して心が満足してなければ幸せと感じないんですよね。っていうことで、たとえね20万でもね、手取り15万でもね、とりあえず毎日ね、パンしか買えなかったりとかいうふうなことがあったとしても、そこに、幸せという気持ちがあれば幸せだし、そういうものなんですよね。っていうところで、でもやっぱりもう物質とかのそういうなんかブランド品を訪問を持って歩きたいとかそういうのではなくて、やっぱりなんか自分のこの心の在り方っていうところで幸せっていうのは出てくると思いますので、まあでもね本当にね、東京都が変われば世界が変わる、まあね、まあ、来年からはで、パネルがね、パネルが義務化になっちゃうということなんですけど、どうなんでしょうねっていうところでね、まあね、ちょっといろいろなこともありますけれども、自分の気持ちがね決めるってことと、あとまあやっぱりもう本当にね、自分が例えば推してる人がいたとしますよ、このみどりさんとかでもいいんだけど、誰でもいいんだけど、推してる人がいるとするじゃないですか。そしたらその操作されても 43% ですか 48% ですか、そういうふうに操作されたとしても、それによってそれ以上に票が入ればいいわけなんですよね。っていうことですよ。だからそれ以上にみんなの人心を動かせる人が出てくれば、それは世界を変えることもできると思うんですよね。っていうことでね、まあ私たちはねレールの上をねこう歩かされているのでね、そのレール、時の流れる、こう時の流れるこう小川ね、小川はもうずっとこう流れ続けてるわけなんですよ。その中でその側を止めることはできないんですよね。っていうところね。だから自分たちがその生活の中でどう考えるかっていうところが一番大切だし、本当に推してる人がいるんであれば、本気でまあね投票に行ってね、その一票を魂を込めてやっていくしかないのかなと私は思うし、行かない人がいたらね、やっぱりそれは良くないと思うので、であと事前投票とかはにあんまり行かない方がいいかな。当日、やっぱり当日、行って実際に直接自分の足を運んでいくべきだと思うんですよね。まあ、都内だったらね、そんなにね遠くからね、何時間もかけて通勤してる人もいないでしょうしね、まあ、大体都内でお仕事されてると思いますので、あ、まあ、行けると思うんですよ、ね、その日はねもう本当に、ね、なんか遊びに行く前にですね投票に行ってですね行くとかね、なんかそういう風な方法でやっていただけたらいいかなと思います。まあね、東京が変われば世界が変わる、世界が変わればに日本が変われば世界が変わる、日本は縦で西洋は横なんですね。だから縦が変われば世界は横で、みんなね変わっていくと思いますのでね、いい方向に行けますよを、祈っています。で、まあ本当に自分たちの気持ちをね幸せね、今の現在の生活に幸せを思うっていうことがすごく大切だと私は思ってるんですけどね、まあね、人によってはね今回のね選挙ね、いろんな人の動画を上げてますけれども、私の意見ではなくてカードが言ってることなので、その辺はご了承いただきたいんですけれどもね、本当にね、あくまで自分のねカードなんでね、その自分の意思をもう本当に選挙でね、表明するしかないと思いますので、絶対にね行かないなんてことはないようにねしていただけたらと思います。チャンネル登録まだの方チャンネル登録してね、そして、いいねボタンもねやってねっていうことで、チャンネル登録してね、はい、ありがとう、もうそれだけありがとうございます。応援メッセージもお待ちしてます。ありがとうございました。